ちは、エリーです。今日はダイエットに苦労する痩せにくい人の特徴5選、痩せたいと願う方は今日全員チェックしてください。実は今日ご紹介する特徴に当たる方、知らず知らずのうちに体が太るモードになっちゃってます。結果が出にくいと悩まれているかもしれません。全然体が変わらないと愕然とされているなら、今日の動画必ずお役に立てるはずです。解決策までしっかりお話ししていきますので、ダイエットの突破口になるのではないかと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。そもそも太るモードとは何なんでしょうか。ズバリこの2つです。1つ目、内臓のオーバーヒート。2つ目、体の緊張。もうこれマジで太ります。1つ目の内臓のオーバーヒートは、食べたものをきちんと代謝できているのかいないのか。内臓に負担がかかっていると熱を持ちます。本来なら栄養吸収からデトックスできる量、食べ物の量を減らしてしまいます。カロリー収支とか計算しているのに結果が出ないと思われている方、ここの罠にはまっているかなと思います。代謝ができる許容量って人それぞれ違いますし、内臓の状態でかなり変わります。だいたい内臓に熱が溜まっている方は代謝が低く太りやすいという特徴あるんですよね。これ詳しく後で解説していきます。2つ目の体の緊張は、これは飽食モードのスイッチオンですね。無性にお腹がすく、食べても食べても食べ足りないという方、この根本原因を見過ごしていることあるあるなんです。この2つの太るモードがスイッチオンされちゃっている状態、特徴を5つご紹介します。かなり重要なことなので絶対にチェックしてくださいね。解決策も合わせてご紹介していきますので安心してご覧ください。ダイエットに苦労する痩せにくい人の特徴5選。1つ目、便秘気味。これは私のダイエット指導でも一番注目しているところです。そもそも出ないと痩せない、想像できますよね。排便を行っているのは大腸です。大腸って排泄器官と思いきや、実は吸収器官でもある。排泄物が長期間大腸に留まっていると、その間何かをずっと吸収し続けます。この何かが問題、実は脂肪と毒素なんですね。脂肪はそのまま脂肪細胞に組み込まれ太さに直結、毒素は血液ドロドロや老廃物になりますよね。ちなみに脂肪と老廃物が絡み合ったものをセルライトと言います。あの肌表面のボッコボコですよね。さらに毒素は肌表面に上がってくると肌荒れや湿疹になります。大腸の調子で肌が変わるというのは当然かもしれませんね。太さと体内の汚れにつながる便秘はなぜ起きてしまうのでしょうか。理由は一つではありませんが、ズバリ内臓の炎症がスタート。痩せにくさで悩まれている便秘の方の9割はこれ、冒頭で言った2つの太るモードの1つ目に当たりますね。これは便秘に直結すぎて私は冷や汗をかく、胃は食べ物を最初に分解する場所ですね。例えば脂っこい、辛い、凍ったものを毎日食べ続けると胃が炎症を起こします。さらによく噛まず水で食べ物を押し流すような食べ方をすると胃の消化に負担がかかってオーバーヒートします。胃の後に来る肝臓は主に食品の有害物質を解毒する作用です。添加物が多いもの、お肉などの畜産系の食べ物の毒素、アルコール、これらが多い方は肝臓が解毒しなくちゃいけない対象物が増えます。つまりオーバーヒートしやすい。先ほどの噛まないというのも唾液の殺菌作用を使えなくなるので肝臓に負担がかかる食べ方とも言えますよね。胃や肝臓の温度は38度くらいあります。かなり体の中でも体温が高い臓器なんですね。この熱すぎる熱は周囲の臓器にも伝わっていきます。大腸に伝わり乾燥する。大腸が硬くなり中の排泄物も動きにくくなる。つまり便秘となるわけです。内臓のオーバーヒートって怖いと思いませんか。ぽっこりの中の内臓脂肪イコールメタボ腹も、実は胃と肝臓を冷やすための冷却剤として脂肪が集まってきたものとも言われています。便秘の突破口はお腹の熱を取る、これが見えてきますよね。お腹の熱を取るテクニック2つご紹介します。1つ目は12時間断食です。お腹を休める時間を取りましょう。おすすめは朝ごはんを甘くない温かい液体にするということです。私がお伝えしている養生ダイエットでは具なし味噌汁がベーシックですね。作り方は簡単で、だし粉か鰹節、味噌をお湯で溶くだけです。これ基礎代謝の立役者ミネラルをしっかり補給できるだけじゃなく、大豆のパワーでお腹は空きにくいのに固形物じゃないのでお腹がしっかり休めます。休むイコールオーバーヒートを抑えるということですからね。それ以外にもご自身の気になる体調に合わせておすすめの液体朝ごはんあります。整腸作用の梅生番茶は瓶詰めタイプもあります。
強烈な便秘の方にはすりおろしごぼう味噌汁、具なし味噌汁に皮ごとすりおろしたごぼうをちょちょっと入れるだけです。ごぼうはすって冷凍保存できますので超手軽に作れますよね。お腹の熱を取るテクニック2つ目はとにかく肉食を減らすことです。体の中で肝臓は温度が最も高い臓器です。肉食は消化に負担がかかる上アンモニアなどの毒素が多く肝臓の解毒の負担がオーバーマックス、さらに肉卵乳製品は腸で腐敗ガスを溜める元にもなっちゃいます。もし下から出るガスに匂いがあってお腹がいつも張っていて苦しいと思われている方、お肉の消化や毒素が原因かもしれません。タンパク質を摂るときにお肉ではなく魚や植物性のタンパク質、これに置き換えると相当解消します。お腹の熱も取れてお腹の張りも匂いのあるガスもいつの間にか消えている、あるあるなんです。できたら週2日間以上お肉を食べない日作ってみてください。本当にいろいろ変わりますよ。ダイエットに苦労する痩せにくい人の特徴5選、2つ目、赤いニキビ。赤いニキビが顔にできやすいという方、太るモードに突入しているサインかもしれません。赤いニキビは体内の老廃物イコール汚れが肌表面に上がってきたものです。そもそもニキビができるという時点で血液のドロドロの元や太さとなる老廃物が排出しきれていないということなんですね。先ほどの便秘になると肌が荒れる、ニキビが出やすいというのは排泄機能が下がっているということにもつながります。またご自身の排泄機能よりより多くの汚れの元を体内に入れてしまっているというサインかもしれません。どちらにしても汚れの元を入れるのを少なくすることでニキビも太さも解決できるということなんですね。ニキビも種類があります。大まかに分けると3つです。白いニキビ、赤いニキビ、黄色いニキビです。白いニキビは意外に軽症でご自身の排泄機能に対し脂質が多い時に髪の生え際あたりにプツプツっと出てくることがあります。これは痩せている方でも出ることはありますし、ダイエット的にはまだまだ軽症です。ここからが重要、赤いニキビと黄色いニキビです。赤いニキビ、これは血管が傷ついて炎症が起きているサインです。特に糖分で起こることが多いです。ズバリ甘さですね。砂糖、果物、ジュース、スポーツドリンク、蜂蜜、シロップ系甘味料、加糖ブドウ糖液糖が入った調味料、これ意識的に摂っているという方は問題外ですが、無意識に摂りすぎているということもあるあるです。赤いニキビが出やすくて痩せにくいと思っている方、ここに原因あるかもしれませんよ。甘い味の糖質は血糖値を上げやすく全身の血管の壁を傷つけて炎症を起こす原因となります。また甘さはそれ自体の味に体の組織を膨張させ肥大化させるという特徴があります。顔の毛細血管が膨張しそこに老廃物が上がってくると炎症が起きて赤くなる。甘さとは陰性食品です。ここ知らない方はぜひ頭の片隅に入れといてください。東洋医学の陰と陽のお話ですね。簡単にご説明します。世の中のもの真羅万象すべては陰の要素と陽の要素に分かれると言います。陽はギューッと固まる、中心に集まる、乾燥する作用、陰はボワーンと膨張する、外側に広がる、水を溜める作用です。甘さは陰性、肌の外側に向かって広がります。体内の老廃物を肌表面に押し上げてくるイメージつきますよね。特に上半身です。人間の体温の流れは上へと自然に上がっていきます。顔や背中、熱と一緒に炎症が上がってくる。背中のニキビ気になる方いらっしゃるんじゃないですか。肌が荒れる、炎症が顔や背中に上がってくるイメージつきますよね。実はシミの茶色も体に溜まった余分な糖が太陽イコール陽の力に引き寄せられて肌表面に上がってきたものです。もちろん直接太陽の光を浴びないという対策もできるんですが、無駄な糖を体に溜めないということはそもそもの根本解決になるということなんですね。最後に黄色いニキビですが、赤いニキビの進行型です。甘さの他に内臓の強い炎症を伴っていることが多いです。便秘気味や内臓脂肪に困っている方もいらっしゃるかもしれませんね。赤いニキビや黄色いニキビは先ほどの12時間断食なのでお腹を休めてください。これ強く強くお勧めします。さらに最低でも水分補給で甘いものが入っている液体を飲まない、めんつゆや丸々のタレなど加糖ブドウ糖液糖が入っている調味料を使わない、無意識に使うのだけはやめておきましょう。正直家で使う基本調味料はここに載っている原材料以外のものを使わない、そのくらいの勢いでいいと思います。これで肌の調子も太さもびっくりするほど解決していきますからね。ぜひ参考になさってください。
ダイエットに苦労する痩せにくい人の特徴5選。3つ目、怒り型。肩がぐーんと上がっていてパンパンになっている感じです。ダイエットに苦労されている方多いんじゃないかなと思います。怒り型って筋肉がめちゃくちゃ固まっている典型例ですよね。冒頭でお話しした2つの太るモードの2つ目です。体の緊張ですね。体が緊張するとなぜ太るのか、理由は2つあります。1つ目は血管と内臓が収縮するから。緊張とは自律神経で考えると分かりやすいですね。自律神経とは体の陰陽バランスのことです。交感神経イコール活動神経、こちらは陽の神経です。副交感神経イコールリラックス神経、こちらは陰の神経ですね。緊張とは交感神経イコール陽の神経が優位になっている証拠です。血管は収縮し、呼吸は浅くなり、消化機能は抑制されます。つまり血流が悪くなって老廃物が溜まる、脂肪が蓄積しやすくなるということです。大腸までギューッと固まって便秘になるのも想像できますよね。自律神経って目に見えないイメージがありますが、実はちゃんとあります。首の付け根のところから下へスタートしています。背骨を通って各臓器までつながっているんですね。首の付け根がスタートなので、首肩が硬いと自律神経全体の動きが阻害されてしまうのもうなずけます。体が緊張すると太るモードになる理由2つ目は、体を緩めるものが食べたくなるからです。緊張モードは体が硬い。先ほどの陰と陽の性質では陽の性質を持ちます。正常に戻すには緩める力が欲しいんです。まさに陰性食品、体を緩める食べ物が欲しくなるわけです。ストレスが溜まって甘いものが食べたくなる、まさにこの現象です。体の緊張を取りたいという本能を満たす方法、甘いものを食べるしかないのでしょうか。実はまだまだ強烈な方法があります。それが筋肉をほぐす方法ですね。体には交感神経のスイッチを入れてしまう筋肉が2つあります。それが首肩の筋肉僧帽筋と太ももの筋肉大腿四頭筋です。この2つはストレッサー筋肉とも言われますね。特に首肩の筋肉は自律神経のスタート地点とも重なります。ここをほぐしておくことは緊張感を取る、自律神経を整える2つの可能性があるということなんですね。さらに怒り型はストレッサー筋肉が緊張している現れ、物理的にも僧帽筋がパンプアップして盛り上がっている状態なので太くも見えます。ほぐすことで見た目も食欲暴走スイッチもオフにできるということなんです。どうやってほぐすかといったら超簡単、やってみましょう。肩の盛り上がっているところを4本指でギューッと押します。痛気持ちいいくらいの圧でやってください。押さえたら肘を後ろに回しましょう。4本指の下、筋肉動いてるの分かりますか？奥底からほぐれているこの動き大事。なんだか肩がすっきりしてきます。また首の後ろをつねつねするのもいいですよ。4本指で手のひらと挟むように首の付け根、首の後ろ、肩甲骨の間のあたりまでつねっていきます。親指使ってもいいですよ。これは筋膜リリースになっています。筋膜リリースとは筋肉に張り付いている膜を引っぺがすことで中の筋肉がふわっと柔らかくなる現象ですね。首の後ろは自律神経のスタート地点、背中のもっこり肉も流れやすくなるのでめちゃくちゃおすすめです。もっと徹底的にやってみたいという方はぜひこちらの動画試してみてください。マッサージ動画ですね。体の厚みも消えていくし、食欲もスーッと収まっていきますよ。ぜひ参考になさってください。ダイエットに苦労する痩せにくい人の特徴5選。4つ目、二重顎。顎の下のタプタプ、これはダイエットに苦労するというかリバウンドの危険性をはらんでいるサインかもしれません。例えばカロリー制限や運動などでダイエットした方、体は痩せたけど顔はあまり変わらない、二重顎だけはどうにもならない、太る時は必ず顔から太ってしまうという方、これに当たるかもしれません。この二重顎の正体はむくみです。水分系の老廃物ですね。むくみは脂肪じゃない、太さじゃないと思われている方いらっしゃると思うんですが、十分すぎる太さです。このむくみきちんと解消しないと定着しやすいのに注意。東洋医学ではこのむくみ湿と言います。頭痛、重だるさ、湿疹、肌荒れの原因になる水分系の老廃物です。花粉症の鼻水につながったりもしますね。物理的に溜まると太くなります。これは水っぽい老廃物なので骨の下に垂れ下がりやすいんです。顎の下に溜まると二重顎、頬骨の下に溜まるとほうれい線、肩甲骨の下に溜まると脇の鼻
髪肉、骨盤周りにたまると浮き輪肉、想像できますよね。この水分系の老廃物イコール質はカロリー収支ではどうにもなりません。意識的に溜めない、流してしまうという考え方が大切なんです。20話後に代表される水分系老廃物質、これ以上溜めない方法と排出してしまうテク、それぞれご紹介していきます。水分系老廃物質が溜まってしまう原因を2つご紹介します。1つ目は湿気です。雨が降っていたり湿度が 70% を超えている空間にいると息をしているだけで入ってきます。除湿や通気性を確保するだけでだいぶ変わってきますよ。2つ目は甘さですね。何度も出てきた陰性食品です。陰性の性質は水を溜めて膨張してしまうとお話ししました。これです。特にスイーツ、果物、甘い飲み物、お酒、水分系の老廃物イコール質がめちゃくちゃ溜まります。これらの量を少なくするのが一番大事なんですよね。さらに今ついてしまった水分系老廃物質、流し去ってしまう方法も2つご紹介します。1つ目は小豆茶です。とにかく食べ物の中で一番むくみを排出する力が強い、それが小豆です。あんこなど小豆を甘くして食べてしまったら意味がありません。甘くない取り方を必ず選んでください。甘くない小豆を取るのに手軽なのが小豆茶ですね。これが一番手っ取り早いと思います。私も水分系老廃物質の対策としてオリジナルの小豆茶を作ってしまうくらいにとても重要視している作用です。またこちらのヤンの商品名は小豆イノですが、小豆の焙煎粉末ですね、これをお湯に溶いて飲むというのもむくみを排出する心強いサポートになってくれます。質を排出する方法2つ目はストレッチです。むくみは湿気、老廃物なのでリンパ管に吸収されて排出します。リンパ管は筋肉を動かすことでも老廃物を排出するサポートができるんですね。筋トレとか激しい運動を考えなくても OK です。ラジオ体操やヨガ、軽いストレッチのレベルでこまめに筋肉を動かしてあげるだけ、湿気が自然に流れていく体になります。よくヨガやストレッチで痩せますかという質問いただきます。結論は痩せるんですが、それ単体で10キロレベルで痩せるということにはなりません。体全体の排出機能、自律神経イコール陰陽バランスを整えるサポートくらいになるという感じです。人間はもともと完全に調和した体で生まれてきます。きちんと内臓や自律神経が動いていれば太りすぎもしないし痩せすぎもしない、自然に適正体重になるようにできているんです。この力を自然治癒力とか甲状腺維持機能、ホメオスタシスとか言ったりしますね。適正体重とは BMI が19から21くらいの間です。これは国際的な肥満指数で、身長と体重だけでネットで調べることができます。どうしても太ってしまうニキビ、便秘、二重顎などの現象は内臓機能や自律神経が悲鳴を上げているサインとも言えます。体にとって癒しが必要なんですよね。癒されることで自然に痩せる力イコール自然治癒力は回復してくるんです。ダイエットに悩まれている方は頑張る方法ではなく癒す方法を見つけていただけると嬉しいです。このチャンネルでは癒して自然に痩せる方法を詳しく取り上げていますので、ぜひ他の動画もご覧ください。最後、一つの前にお知らせです。エデュの LINE 公式が始まりました。今ならご登録いただいた皆様に2つのプレゼントを差し上げています。1つ目は10キロ痩せる実践メニュー、季節の養生と毛の日の献立集です。真似するだけでスルスル痩せる内臓機能を上げる日の食事です。2つ目は東洋医学基本ワード集です。初めて東洋医学を知った方、これを読むだけで目から鱗がボロボロ落ちること間違いなしです。特別講座やイベント、限定商品などのお得な情報もご案内しますので、ぜひ概要欄のリンクから LINE 登録よろしくお願いします。ダイエットに苦労する痩せにくい人の特徴5選、5つ目、優柔不断。ちょっとマインド的な話ですね。迷う回数が多い方は実は太りやすい。私のダイエット指導でもかなりの重量をかけてお伝えしているところです。例えば今日何を食べよう、何を買おう、今日はストレッチするのか、疲れているからやめるのか、悩ましい、つまり今日何をするのかしないのか迷い続けているということです。今ドキッとしましたか？実は迷いは体力の消耗です。体力とはズマリ生命力のことですね。自然治癒力基礎代謝、東洋医学の気とも同じ概念です。
血液が巡る力、内臓が動く力、余分なものを排出する力のことです。つまり迷うことで自然に痩せる力が落ちてしまうということなんですね。また決断疲れとか迷うと疲れるっていう話よく聞きますよね。特に食べるというのは毎日のことです。食べるもの食べないもの、明確な判断基準や制限時間がないといつまでも悩み続けてしまう。悩み続けて体力を消耗した結果選ぶ道は大抵楽な方なんです。コンビニでスイーツを買うか10分悩んだ、結局買ってしまった。ストレッチやるかやらないか、会社の帰り中ずっと悩み続けていた、今日はやめとこってなってしまった、経験ありませんか？悩み続けて楽な方を選んでしまう。小さなことなんですが、実はこの積み重ね、自分のことをどう思うのか、自己肯定感に大きく関わってきます。自分はいつも楽な方を選ぶ、挑戦できない、どうせ失敗してしまう、そんな気持ちを心の奥に溜め込んでしまうかもしれません。逆に決断を早くするといいことはいっぱいあります。例えば言い訳が思い浮かばない、体力の消耗がない、自分の理想の方向を選びやすくなる、時間がかからない、物事がサクサク進む、めちゃくちゃいいことだらけですよね。この方法としておすすめなのが、毎日を晴れの日と毛の日で分けることです。晴れの日イコール食事を楽しむ日、毛の日イコール内臓機能を上げる日、この2つで分けてみましょう。今日は晴れの日だからコンビニスイーツ OK、 今日は毛の日だからスーパーに寄らず自炊、会社でいただいたお菓子は次の晴れの日まで取っておこう。食べ物の判断基準が明確になります。潔い決断、迷いなし。晴れの日と毛の日を分けるのは本当に簡単なことなので、失敗することも少なくなります。小さな成功体験、積み重ねやすくなるというわけです。私はやればできる子、自己肯定感アップ、イメージできますよね。晴れの日と毛の日の頻度は、晴れの日が週に3回、毛の日が週4、5回と覚えておくといいと思います。内臓も休まって炎症も減る、ダイエットもめちゃくちゃ進みます。もし丸1日が難しいという方なら、夕食だけ晴れの日、毛の日考えてみてください。ダイエットのスピードは少し変わりますが、まずはここからやってみるというのが大事ですね。ちなみに私が LINE 公式でプレゼントしている季節の献立集は、毛の日の食事が12で載っています。ぜひそちらもご活用くださいね。はい、いかがだったでしょうか。このチャンネルでは東洋医学の養生を使ったダイエット方法や美容整体のマッサージやストレッチについて詳しくご紹介していきます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。エリーの LINE 公式では、真似するだけで10キロ痩せ、季節の献立集と東洋医学が一気に腹落ちする東洋医学基本ワード集の2つをプレゼントしています。受け取って損はありませんので、ぜひ登録してゲットしてみてくださいね。 YouTube メンバーシップでは毎週質問ライブを開いています。今回の内容をもっと詳しく知りたい、エリーに質問したいという方はメンバーシップにご参加ください。メンバーシップで開催している月一の東洋医学ライブ、こちらもアーカイブやテキストもあって学びが深まります。また各種 SNS ではエリーの食事や東洋医学の裏話もお話ししています。エリーのオリジナルブランドキレイでも、ダイエットに使えるアイテムを満載に揃えています。すべて概要欄にリンクが貼ってありますので、ぜひチェックしてみてくださいね。今日もこの後おまけ動画があります。ぜひ楽しんでいってください。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。そういえば最近買い物の時間めちゃくちゃ早くなったんだよね。確かにね、まあ、直行直帰みたいな感じだよね。そうそうそう、まあ、無駄になんかお菓子コーナーとかお酒コーナーとか行かないもん。行かないね。だいたい野菜行ってお魚行って納豆買って帰るみたいな。そう。そんな感じだよね。そうね。うん、でも食べるって毎日だからさ、そこで決断疲れしないっていうの大事じゃない？あ、確かにね。うん、なんかまあ人生の大きな決断とか、あの仕事上の大きな決断になんかエネルギー使えるようになるじゃん。確かに。だからさ、なんかいろんなものがサクサクと決断できるようになるよね。なるほど。練習できる。そうね。やっぱ晴れの日と毛の日っていいね。めちゃくちゃいいね。